結構たっぷり塗りますね。これこの糊はさっき申し上げたようにボンドを入れていませんので、床が落ちたら拭いてあげて、まあそんなに問題なくですね。ただ養生はしてあげた方がいいと思います。ローラー刃系ですからちょっと周りは少し空いてきてしまうと思うので、その後ちょっと狭い、刷毛で。残ってしまった塗り残ってしまった部分を塗るようにします。実際に貼って施工するときには窓枠とかにつくとは思うんですけど、それはもうついたままに塗っていただいて、それで、最後にこう貼った後にそれを拭き取る、そういう作業をします、はい、最後には雑巾で水拭きでしっかりと拭いてあげる。ちょっとお分かりいただけますかね、こうしてした中に指跡がこう残るような感じで結構たっぷり塗ってください。